SSS ののののよと天才ヤヤハノボです。いろんな動画を間に挟みながらの今回は最終回になるんですけれども、オープニング変わったのをご覧いただいてるでしょうか。あの、私がちょっと変えたいなと思って変えさせていただきました。全部ちょっと私頑張ってみました。あ、渡せないよね、ほのちゃんね、渡してあげるね。見どころとしては赤ちゃんの声でヤーって入ってるんですけど、そこの部分ちゃんと口の部分注目していただきたいですね。しっかり口が開いてるんで、もう一回見てください。ということで最後の質問コーナーはですね、生まれ変わったら何になりたいと盛り上がったり、私が YouTube を始めたきっかけっていう質問に対してですね、結構がっつりですねギリギリラインを攻めて発表しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは私たちはこれで、ちなみに私の髪色がですねドブに戻っておりますので、この綺麗な紫色から変わっております逆ビフォーアフター。今回は最終回なんでエンディング過去のノヨノたちがやってくれてるんで、ちゃんとここでお別れになります。過去のまだ見てない方見てください。それでは質問コーナーどうぞ。生まれ変わったら何になりたいですか？理由も教えてください。生まれ変わったら何になりたいかな。でもなんかこの話すごい最近友達とするんだよね。生まれ変わったら何になりたいですかって。まあ、あんま面白くない回答なんですけど、もう一回人間やりたいですね。人間の中でもジャンルは、あーやっぱそうなるよね、お金持ちとかさ。あー、でも私今の家系すごいいいところで生まれてきたなと思って、マミオもパピオもさなかなかないなと思って、うん、例えばあでもあーあじゃあ、うん、兵庫県の人に生まれたかったとか、北海道の方言使いたかったからあとか、そういう感じになったら、いやでも東京がいいなマジででもそれで言ったら海外とかもいいなと思う、うん、その今の家系で海外ってことね。あ、まあもうベストだね。海外に行ったら変わってただろうな。でもまあ日本安全だし私はもうね、これね、本当にずっと思ってるんだけど、はい、あのハマチコチャンネルのこっちゃんいるじゃん、はいはいはい、こっちゃんの訛りっていうのもう全部が好きだよね。マジで可愛くって。でもね、ほのちゃん私もね大好きなんですよ、ハマチコチャンネルさんね大好きなんですけども、うん、そうだよね。そう、待って、ゼロミニッツになった。え、そのとっさ電池がなくなったりカードがなくなったりで完全にこの動画長いんだろうなっていうのを薄々気づいてたんですけれども、こっちゃんの話を戻しましょう。こっちゃんのまず声が可愛い、本当に可愛いで、名前も可愛い、可愛い、行動も可愛いの、可愛いです。この前うちこっちゃんあったんだけど、もう可愛すぎて、うん、もう本当にやばかったあれ慣れて私もう妹こっちゃんがよかった。同い年か。そうなんだよ、そうだ、あれでも同い年なんだけどマジで可愛い本当に可愛い。ということで、まあ、こっちゃん、はい、可愛いよね。方言喋れる人になりたい。わかる、それはわかる。それこそ私大学生になって地方の子とかと関わることが多くなったんだけど、方言って強いわ、あれずるい。方言って可愛い子ね。そう、こんな声じゃないの。そう、やっと。でもそうなんだ、なんていうの、はい、違う違う、うちらには出せない、出せない声、なんか透き通ったふわーっと声ね。それこそ東京だとそういう訛りがなさすぎて途中で訛りに走るね。うん、ということで、うちは家計が、あのお父さんが広島市なんですけど、そう、うち一時期ね広島弁頑張ろうと思ったけど無理だった。広島無理だった。博多の子がね同じあの学科にいるんだけど、うん、その子すごいクールな子で、ね、私のドタイプなんですけど、うん、普通に自分の思ってることを人前で話すときは方言を出さないんだけれども、どん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 仲良くなっていくにつれて方言がめっちゃ出るの、うん、萌え、本当にキュン可愛いと思って、うん、なんか嬉しい、心開いてくれたようなのがどん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 会話で分かっていくの、うん、好きですね。次、最近好きな漫画はってことで、私は漫画読まないでほのぼのに持ってきていただきました。はい、じゃあですね、中学 JK と廃人教師ですね。あ、前から言ってました。あ、もうこれはもう廃人が最高、もう本当に最高。あ、でもすみません、生意気盛りも好きですし、まあ、ちょっとこれ語ると長くなるので、まあ、ポポポって紹介したいと思うんですけど、最近でもまだピッコまで課金しないんですよお前待って、ちょっと前までこの人も漫画課金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 ヒカキン言おうと思ったでしょ。踏んだり蹴ったり愛したりとか、いやマジいろんなの見てるね私今思ったけど、この前7000円のプリペイトカード買ってるの見てもう閉めてたの。7000円消えた、消えたの、消えたよ、消えたってあれで全部漫画に。ああ、そうですね、そう、はい、ありがとうございます、おすすめです、はいはい、ありがとうございました。次、やってみたいバイト、やったことがあるバイトはありますか。バイトやりたいんだよね。まあそういうこと、私たちはこの今 YouTube っていう活動で UM っていうところに所属してるのでバイトという形はできないんですけれども、でもやりたいバイトはいっぱいあります。それこそ私はどうぞライブハウスの受付、受付やりたい、受付嬢
そうですけど、あとはジャズバーとかの店員さんやりたい。うん、それこそ短くて、短くて、そういうのじゃない。あ、違うんだ。うん、全然その、いらっしゃいませみたいな、そうだから飲食店って大変って言うけど、でもライブハウスの焼肉屋でバイトしてる人多い。あ、そうなんだ。あ、多いね。私の周りも多かったわ。それこそ本当ライブハウスの店員というか受付の人はやりたい。今もやりたい。全然バイトしたい。え、私がどこでバイトしたいか知ってる？コンカフェ。正解！正解じゃねえよ。原宿にあるコンカフェなんだけど、うん、原宿の紫スポーツ側の出口があるじゃん、うんうんうん、そこの真ん中、ね、クレープ屋とあの猫屋の真ん中に、うん、あの通路があるんだけど、そこの上、うん、1日体験とかあったら多分ムービーでこう収めればできる気がするんだけど、でも1日体験じゃん。いいじゃん、1日体験しなよ。ぜひですね、あの1日体験させていただけるあのコンカフェの方がいらっしゃいましたら、コンカフェじゃなくてもあのメイドカフェでも何でも、はい、メイドカフェでも何でも、はい、そのもやもやキュンってさせていただきますのでぜひよければお呼びくださいませ。はい、次、のりのは免許取らないんですか？ほのちゃんは免許取る予定ありますか？これですね、私絶対運転できた方がいいなと思いつつも、あの私が運転するって言ったら全員が一回やめようっていうあの一回考えた方がいいの、一回考えた方がいいっていうターンが来るんですね。まあ私マリオカート得意なんですけどもね。何でしょうか？ほのものは？私は取りたいなって思うんだけど、最近ねめっちゃ考えるの。車買うじゃん、で車を持つためのお金もかかるじゃん、うん、で駐車場代もかかるじゃんで免許取るにもお金かかるじゃん、ね、って考えたら、いや電車でよくねっていうのになっちゃったし、タクシーもあるしと思ってなんか考えたら、なんかタクシーめっちゃ使うだったらさ車の方が絶対楽だなと思うけど、まあね、タクシーめちゃくちゃ使うわけでもないから、そう、ね、電車で取りたいけど取る予定はない。それこそ身分証明としてマイナンバーカードとかがあるからね、そんな証明させる部分はあれだけど、でも免許はね持ってたら、なんか持ってたらそれこそさ、私が大人になってさスーパーに行くとかさ自転車で行け車運転できたら友達とかといろんな遠くのところに行けるなとかすごい思うのよ。彼氏できた時にさドライブしようってさ、じゃあ行きは私、帰りはあなたみたいなこともできるわけでしょ。あー、まあ確かにね。うん、条件で私は取らないで、彼氏ができた時にその彼氏が免許を持ってたらベストってことにしておきますかまあでも取っといた方が楽だよねってことは結構話題になるんですけどね。うん、次いきます。なんで YouTuber になろうと思ったの？その時のご両親の反応は？あ、それめっちゃ覚えてるよ。うちのんちゃんが YouTuber になる時。本当？車の中だったんだけど。あ、そうね、こう車の中でなんかいろいろ話してて、のんちゃんが YouTube のことめっちゃ調べたのかな。で前から調べてたね。でパパに言って、うん、でじゃあまあゆいやっちゃいなよみたいな感じのノリだった気がするんだけど、お父さんはそうやっぱクリエイティブな活動をすごくあの推進してくれてて、うん、それこそ私が音楽やりたいって言ったらいろいろ教えてくれるし、お父さんもクリエイティブな活動を今もしてるし、してた人だから知識があるからいろいろ教えてもらえるし、自分の表現の場をちゃんと、なんだろう、応援してくれる、うん、まあそれはお母さんもそうなんだけれども、やりたいことは何でもしてくれるから今こういう大学に行けてるわけでもあるんですけど、うん、まあ、YouTuber になろうと思ったのはですね、これもうちょっと最後の方なんで多分見てる方少ないと思うんでね、ちょっと言おうと思うんですけれども、私がもともと見ていた YouTuber さんが YouTube を通して音楽やったり、まあ、ラップやったり音楽やったりコーテーターにね、コーテーターかなっ音楽やったりお洋服作ったりとかしてて、あ、 YouTube を通してそうなんかいろんな活動ができるんだっていうのを知って、もともとね、まあ、一番最初は別に音楽とか一切やってなかったんですけれども、今思えばそのやっぱ音楽やりたかったっていうのとか、あとやっぱ自分お洋服が好きだったりとかハンドメイドが好きだったりとかね、そういう場をその YouTube っていうものを通していろんなものにチャレンジしたいっていうことから始めたのがきっかけで、そのものは途中から、私はね、なんで YouTube になろうと思ったんだろう。まあでもやっぱり YouTube 見てたらやりたくなるし、姉がやってたら、お姉ちゃんがやってて、でそれに出てカメラに向かって喋ったりコメント見たりするのが楽しくて、自分もやろうかなってノンタンとやってた気がするわ。そうですね、まあそんな形でございます。難しいよねこの質問。でも本当 YouTuber になろうって思った理由がしっかりある。〇〇に憧れてっていう形にはなっちゃうかもしれないけど、ちゃんとその自分表現したものを見てくれる人多くいるっていうこと、この動画もそうですけど、がやっぱり自分のチャレンジすること、背中を押していただけてるので、今世はこれでよかったなって思ってます。やめる時みたいなコメントしちゃって今世はこれでよかったかなって
じゃあラストの質問でございます。長々すいません。5年以上前からいつも2人を応援しているオーバー25歳ですしって書いてある。嬉しい。私と4歳しか変わりませんよ。あ、5歳か。でもオーバーだからね。オーバーだからね。質問ではないのですが、プライベートも含めて一番知っている姉妹だからこそ尊敬しているところをお互いに3つずつ言ってほしいです。姉妹 YouTuber で一番好き。2人の存在、私の仕事の疲れを癒してくれます。ありがとう。これからも体には気をつけて頑張ってください。本当に嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。こうやってね、本当仕事の疲れを癒してくれてますって言ってくれる方がいるからね、本当続けようと思えるんですけれども、そうですね、お互いの尊敬しているところ、まあでもなんか分かるけどね、私の尊敬しているところとかあなたが思ってる。え、じゃ言ってみて言ってみて。自分で言うの。どうぞ。何か物事に集中できる、クリエイティブな活動をしてるとか、そうなんでしょ。まあでも言ってみましょう。私がほのちゃんに思う尊敬できるところは、やっぱコミュニケーション能力高いなと思うわ。どこ行っても、誰とでも話せるし、あとちょっと頭がいってる時、本当にね、面白いんです。あのね、上手っていうの、なんて言うんだろう、あ、そうきたかっていうようなあのツッコミみたいなものがたまに来るんですよ。うん、本当に上手。その時はびっくりする。いつも、もうそれ YouTube でやれよって思うぐらい、うん、本当に上手。うん、でもそれは本当に狂ってる時ね。うん、頭の回転力は本当にたまにびっくりする。たまにね。うん、こう重要な、たまにね。うん、たまにね。3つ目はメイク上手だね。もうこれごめんなかったから、本当に今だってここコスメ見て、あ、メイク上手だねって言ってたから。でも私より知識全然あるしさ、妹なくせにさ、メイク始めるの早かったからさ、私と同じぐらいでしょ、メイク歴多分。うん、そういう部分だったりとかかな。うーん、はい、私の尊敬する子めっちゃいいな。まず一つ目は自分の考えを、なんだろう、物事をちゃんと考えれるところが尊敬するなって思って。なんかそれこそ、え、誰でもそうなんだけど、そのめっちゃ調べたりとか、まあね、それこそまあアナログ人間、アナログ人間ってめっちゃ言ってるけど、アナログね、あの文字書いて文章に起こしてちゃんと考えをまとめたりするところとか、なんか人が面倒くさがるようなことをできるっていうのマジですごいと思う。うちだったら面倒くさくって、なんか書き出したとしても途中で諦めちゃうけど、ちゃんと諦めないで最後までやるところが一つ尊敬できること。と、はい、あとは物事をめちゃくちゃ継続できること。それこそギターとかも、うちはねベースもう1ヶ月も経たないぐらいで、うん、あ、もうあーみたいな感じで爪伸ばしちゃったりしてもう遊んじゃってますけど、うん、のんちゃんはマジで勉強しようと思って1ヶ月毎日ずっとギターを触るとかそういうことも編集とかもめっちゃすごいなと思った。あとは前になんか受験生応援みたいな、受験の時に何してたみたいな時の動画で、夏の受験生あるある動画ね。そう、それの時に喋ってたけど、うん、もうすごいのよ。ハードスケジュールの中でなんかをやるっていうのマジですごいなと思って、それは尊敬した。あとは、うん、3つ目って2つあって、個人的なもの好きだよね。尊敬、個人的なもの好きだよ。もう私の棚見て言うなよ。尊敬尊敬めっちゃ尊敬する。え、でも本当に自分ファッションとかでもさ、うちの場合はさ、結構周りに流されやすかったり時代に流されやすいからさ、うん、こう流行りに乗っかってる人みたいになってるけど、のんちゃんは流行りに乗るもあるけど、そんなに乗らずに自分のなんていうの、好きを貫くのね。そう、すごいと思う。本当に自分の好き貫くのマジですごいと思う。尊敬だから、そう、多分のりの番組好きな方は薄々気づいてるかもしれませんけれども、私はあまりその流行りが疎いというか、好きなものしか好きって思えないタイプで、これは本当に良くないんですけれども、全部ね愛した方がいいと思うんですけれども、そのタイプなんですよ。でもほのちゃんは流行りに敏感で、その流行りにいつもチャレンジするんですよ。なのでその割合というか、流行りに乗る個性を持ってる子と流行りにチャレンジする子のコンビとしてやってるんで、まあ、別にそこが中心としてやってるわけではないけれども、だからこそやっぱりその大学生とかになってくるとね、その個性っていうものをね、どんどん活かして何か物事をする人っていうのは多いと思うんで、まあそういう私と同い年ぐらいの方、私のチャンネル見てるとね、私のその個性の部分を出しつつ、今の流行りもですね、ほのぼのから吸収できるので、一石二鳥のチャンネルになっております。そしてほのちゃんと同い年の子は今の流行りをね、ドカーンと影響を受けながら、かたや個性を貫き通そうとする姉を見れる、なんかそういう風に見たら面白いチャンネルなのかなって今振り返って思いました。
ということでですね、本日は久しぶりにですね、質問コーナーたくさん答えちゃったんですけれども、これは2本になってしまうんじゃないでしょうか。怖いでございます。本当に私たち喋るのが大好きなんでね、本当今後なんかそれこそ今セカンドチャンネルをまたちょっと動かし始めてましてですね、私が歌ってみたを今上げている状態なんですけれども、私ラジオに今ハマってまして、こういう喋ることが好きなんで、なんかラジオみたいな形でそのセカンドチャンネルでね答えたりとかするのも楽しいかなと思ったんで、ぜひよければセカンドチャンネルの方も見てくれると嬉しいです。ノーカットでそれこそラジオとか楽しい。そうね、うん、ノーカットとかの方がね、うん、いいと思うんですけど。ということで、また今度質問コーナーしてほしいよと思ったヒートグッドボタン、チャンネルでよろしくお願いします。そしてですね、今回採用されなかった方もですね、中にはですね、その動画やってほしい企画とかも書いてくれる方がいらっしゃって、そういうのもすごく助かります。それこそ今日のね、あの昭和平成レトロコーデとかもやってほしいみたいな、そのやってほしいリクエストとかもですね、毎日投稿している YouTuber の身からしたらもう本当にシェイシェイって感じなので、ぜひよければですね、やってほしい企画とかもありましたらこちらのコメント欄でも OK ですし、コミュニティで募集したね質問募集のところのコメント欄に書いてくれても全然 OK です。ということで、また次回のナロン番組でお会いしましょう。キャーバイバイちゃん。Loved you from the first time you called me late. Loved you for your wits and your wicked games. Yeah, always on my mind, always in my brain. Yeah, with you the summer came and went in a day, and I've been craving you since the first time that I sat by your side.